ルーシュのリングネームで知られるウィリアムス・アルトゥー・ロムニオス・ゴンザレスはメキシコのプロレスラー。ハリスコ州タラ出身。父はトロブランコ、弟は二代目ミスティコと二代目ドラゴン・リー、おじはピットブル・フランク・コロンボ。2007年7月29日にアイグのインディマットからラティーノとしてデビュー。2009年夏より CMLL と契約し新たなるリングネームルーシュ。 として活動。8月9日に、ミクトラン、ステューカ・ジュニアと組んで、フーリガン、ロコマックス、ポルボラ組と対戦し、デビューを飾る。2010年8月15日、ロコマックスとのカベジェラ・コントラ・カベジェラマッチに勝利を収めた。2011年1月9日、アンヘル・デオロ・ディアマンテとのトリオで、メキシコナショナルトリオ王座を奪取。2月22日には、 長期政権を築いてきたエフェストを破り、CMLL 世界ライトヘビー級王座を奪取した。8月1日には、吉橋信夫とカベジェラコントラカベジェラマッチで対戦し、勝利。9月20日に、ロス・インバソールズに敗れ、メキシコナショナルトリオ王者から陥落した。2012年1月21日に開催された、CMLL ファンタスティコマイニアにおいて、新日本プロレスに初来日。 マスカラドラダとのタッグで、後藤博大久妃、串田組と対戦し、日本マットデビューを果たす。翌22日には、後藤とシングルマッチ激突。焦点、改めてピンフォール負けを喫するも、身体能力の高さを遺憾なく発揮し、8月に開催される G1 クライマックスに初エントリー。初戦で後藤を破り、見事リベンジを果たした。2016年11月。 ワールドタグリーグに、内藤哲也のパートナー X として出場したが4勝3敗、予選落ちで終わった。ありがとうございます。